こんにちは、ネイチャーエンジニアの亀田です。今回紹介する鳥は、ホウホケキョと鳴く鳥、ウグイス。パートナーのワン吉と一緒に紹介していきます。春になると、ホウホケキョという特徴的な鳴き声が聞こえてきますが、この声の主は、ウグイスという鳥。ウグイスは初春の頃から鳴き始めるため、春の訪れを告げる鳥、イコール春告げ鳥、とも呼ばれています。この特徴的な鳴き声は多くの人が知っていて、ウグイスは万葉集や古今和歌集などにも登場する昔から日本人にとって親しみのある鳥でした。さらにウグイスは日本三鳴鳥というさえずれが美しい日本の鳥三種のうちの一種でもあります。他の2種はオオルリとコマドリ。しかし、この3種の中で鳴き声の知名度ではウグイスが圧勝かと思います。なぜなら、ウグイス以外の2種は夏の繁殖期は山で過ごすため。オオルリとコマドリの鳴き声は身近な場所であまり聞けないのですね。しかし、ウグイスの場合、山で繁殖するものもいますが、平地で生活する個体も結構います。つまり、ウグイスは日本三鳴鳥の中で最も身近な鳥なのです。ところで、ウグイスは初春から鳴き始めると言いましたが、シーズンの初めの頃は美しいホウオウホケキョではありません。最初の頃はちょっと下手くそな鳴き声が聞こえてくるのです。それがこちら。実はこれは、ウグイスが歌の練習をしている時の声で、このような練習中のさえずりのことをグゼリと言います。初春の頃は、まだウグイスが練習中で、季節が進むにつれて、だんだんと歌が上達していきます。だいたい2月から3月ぐらいからグゼリが聞こえ始め、そこから1ヶ月でそれらしい声に、それからさらに1ヶ月くらい経つ頃には、あの美しい鳴き声になります。ウグイスたちの美しい声は、生まれ持ったものなわけではなくて、努力を積み重ねた結果なのですね。ちなみになぜ彼らが美しい声を披露するかというと、それは繁殖期に異性へのアピールをするためや、縄張りアピールという理由があります。夏の繁殖期の季節は彼らにとってとっても大切な期間であり、その時期にパートナーをゲットするため、入念に準備をするのです。最初は下手くそな鳴き声だったウグイスが、練習を重ねて、だんだん上手な声で鳴けるようになる。そんな姿を観察していると、僕はこんな風にも思います。ウグイスたちもこんなに頑張って歌を練習しているんだ。僕も負けないように頑張らなくては。そして、数ヶ月経って、夏にウグイスの美しいさえずりを聞けると、お前もこんなに綺麗な声で鳴けるようになったのか。僕たち、春から頑張ったなぁ、って思うんです。僕にとっては、ウグイスの鳴き声は応援歌でもあります。このように、観察者側が何かのメッセージを感じたり、受け取ったりするのも、生き物観察の醍醐味の一つ。何に感じるか、何を感じるかは人それぞれですが、何かしら刺激を与えてくれるきっかけにもなるんですよ。ウグイスは身近な場所でも観察できる鳥。ぜひ、その鳴き声の変化にも注目して観察してみてください。ネイチャーエンジニア生き物チャンネルでは、身近に見られるいろいろな生き物たちの紹介をしています。もし参考になったと思ったら、いいね、チャンネル登録をよろしくお願いします。